難しくないちょっと立てかけんのこれ。これでいいかな。わし今帰ってきたばっかなんだけど、今帰ってきたばっかですよ今私。邪魔だなここちょっと。先行ってほしい。邪魔だ。ということでね、どうもーどうもー、私のですね放送の5大イベントがあるんですけども、知ってます？5大イベント知ってる？私の放送の5大イベントは、まず1月7日の神日の節句の七草がゆでしょ。で3月の3日の3月の3日 の、 あの桃の節句でしょ。5月5日の端午の節句でしょ。で7月の7日の七夕の節句でしょ。で9月9日のあの菊の節句、これがわしの放送の5大イベントなんですけれども、今日がなんとその365分の1の日なんですね。画質悪いですか？ちょっと画質上げましょうか。画質上げまーす。画質上げました。画質、まあ実を言うとですね、富山県の大半の場所はですね、七夕というと8月の7日なんですよ。8月の7日、砥出の七夕祭り行きましたよ、おととい富山県高岡市の砥出七夕祭り行ってまいりましたよ。砥出の七夕祭り行きましたよ。もう水曜日だっけ、あれ水曜日に行った、水曜日に7月 の、 あの5日に行きました。5日に今日もやってるけどね、今日もやってます。富山県高岡市の砥出七夕祭りは7月の3日から、ね、7日までやってますよ。あと入善でも七夕祭りやってますね。富山県下新川郡入善町でもね、有名な七夕祭りが昨日今日でやってますけども、しかし私はですね、自宅でやりたいと思います本日はね。お前の5大イベントなんかゴミって言われても仕方ありませんけどもね、うん、まあそのゴミという言葉を引き出すために私は放送してるんですけれども、今から砥出行ったら多分まあ間に合わないですね。もう日付変わりますよ、今から砥出行ったら。だから砥出行ったじゃん、わし砥出に。え？ノートパソコン買いたいんですけども、暑いね。それにしても毎年やってますよ私、多分これ4年目ぐらいですよ。4年目、おそらく4年連続でこれやってるよ。トイレじゃなくて、ね、トイレじゃなくてトイレです。トイレ
ちょ、あの、あれ、ちょ、コメントこっちで見るから、ちょ待って、ちょ、わし、ちょ、コメントこっちで見るから、ちょっと待って、今コメントをね、ちょ、わしね、さっきね、あのコミュニティ間違えちゃってさ、あの前枠の設定をさ、使ったらさ、あのゲーム込みで予約したってさ、申し訳ないですけども、あれ取り消しましたけども、固まっちゃった。じゃあスマホ固まっちゃった。よし。ではですね、皆さん、まずは七夕飾りますか、それともまずはこっちからかな。まずはあの流しそうめんのレーンを作るとこからやるべきなんじゃないかと思うんですけども、まずは、まず先に、何よりも先に、ちょ、だいぶでかいんだよこれね、かなりでかい上にかなり垂れてきてるからね。あ、なんかこれか考えた方がいいな、紐で縛るとか何かしたりして。紐で縛るか。いやー、でも紐なんてないしな。ちょっと待って、じゃあ なんとかこの紐で縛ってさ、これ IH でよかったですね、これ本当にIH でさ、このペットボトルにさ、なんかくくりつけるとかしてさ、やるしかないよ、ね、あ、そこ上に突っかかる、上にかかってしまう。ちょっと待って、皆さん待って、今何度か紐で縛りつけます、このペットボトルに、重り用のペットボトルにさ、こんなんで、でも果たして効果があるのかどうか分かりませんけど、まあ効果はありそうだね、少しは。ちょっと皆さん、ちょっとお待ちください、もうちょっとお待ちください。いやー、ちょっと時間がね、今日時間がないんだよ、そんなに時間ないんだけど、今なんとかちょっとこれ刺さるために、よし、いい感じじゃないか、いい感じじゃないのか、これは。これでここに置けば、おお、いける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 、はい、オッケー、皆さん安定しました、安定しました、安定した、うん、もうちょっとこれこっち持ってきてもいいかも、まあいいでしょう、まあいいでしょう、幹の曲がりの方向を意識すればいいの、うん、じゃテラバトルは後でやるかもしれないけども、でですね、皆さん、あの昨年のね、昨年のやったあの笹の葉がまだあったんですね、テラバトルまだやってますよ。昨年がね、昨年の七夕飾りまだあったんだけど、その飾りをね、飾りだけ抽出して持ってきたやつが、ここにあるから。これ去年のやつだけど。うん。これ去年のやつですけども、これ。うん。これをまずちょっと飾っときますけども、少しね。一応ちょっとまず、即席的にね、即席でちょっと飾ります。いい感じになると思います。なんでね、マリオパーティーもやりますよ、今日やるか知らんけど、こんな感じです。皆さん、短冊は後で書きますんで、短冊に関しては
なかなかこれ入らない。よし、こんな感じですか。松井和代がニコラマに降臨するってマジですか。何やこの連投は。ちょ、連投やめてください、連投。連投やめてください、連投。ここ邪魔だな。邪魔な部分は今のうちに切っといて。よいしょ。松井和夫何やってんの。松井和夫の話してないでしょ。楽天の松井和夫の話一切してないでしょ。私カナダ大学、昔カナダ城の中にありましたよ。え、これ笹枯れてる。昨日取ったばっかりですよこれ。この笹昨日取ったばっかなのこれ。昨日取ったばっかり笹なのこれ。皆さん、わしのせいで阪神弱いの。バイアグラ100ミリ飲んでんだよ。日本では許可が出てないバイアグラ100ミリ飲んでんだよ、やつは。ちょっと待って、これこっち側にした方が見やすいか。こうした方がいいね。こうした方がなんとなくいいね、うん。いや、これあの IH だから燃えないよ、うん。この傾きがいいですね。このしなり具合がこれぐらいがいいんじゃないですか、皆さん。で、私、あの、本日ですね、本日、これ、あの、買ってきたの、これ、追加で、追加注文してきたんですよ。うん、これ、あの、これ、買ってきた、これ。メッキクス玉ってやつ買ってきたんでね。松井棒で、これもやりたいと思います。スポンサーからまたじゃない、これプラント3で100円です。100円、これは七夕以外で一切つかみ中ないやつだからね。だから毎年使いますよ。だからこれから私もね、自分の続く限り、まあ私がどうでも60まで生きるとしたらさ、あのもし60まで生きるとしたら、あと何年あんの。60まで生きるとしたら、60まで生きるとしたら、あのあと34年あるから34回使えるわけですよ。それを34分割すればね、1当たり3円ぐらいだから。え？お買い得ですよ、1年3円と考えたら、うん。で、これもどっかこの辺につけときましょうか。これはこの辺にでも。どうですか。短冊作る場所も考えとかないといけないから、短冊をつけるところも根元のこの付近、根元行き過ぎか、この辺でいいか、この辺でよろしいですか皆さん。くす玉60じゃん、6枚いけるか分かりませんけども、とりあえずここまでやったんで、あとはあの短冊をね、願い事を書いて短冊を吊るすだけなんですけども、もう開始15分にしてここまでできましたけども、まあまずこの用意をすることが大事なんですね。用意することがだいぶ時間かかると。早く引退しますようにって書いてもいいですよ、全然。信号で続いて皆さんね、あの一番時間のかかる行為といえばですね、このペットボトルのですね、空きのペットボトルありますけども、のペットボトルがここにねありますけども、もう寝る、おやすみなさい。明日は休日ですか。私も休日です。明日も休日です。私もね、実を言うと、ゴミ捨てばかり拾ってきたじゃないですよ。毎日毎日私2リットル飲んでるんですよ。2リットル、これ
暑いから最近は水分がね足りなくなるから、これ尿ボトルじゃありませんよ。これ短冊に夏か4年って書いてないですよ。その尿入れたいの。これそうめんね。これそうめん。だからすごいね。これは短冊。この辺ちょっとササの葉だらけで大変。しっかりササの葉をゴミに。よし。はい、この根拠は。じゃ根拠って何これ。サイレンさ、サイレンのネタバレじゃん。単にこれ。サイレンネタバレしてんだけど、この人誰か知らんけど、しかももう終わったところだし、それ根拠じゃなくてサイレン2じゃなくてサイレン1のネタバレしてる人いるけど、サイレン1のネタバレしても私別にいいですよ。めっちゃもうやったから、クリアしたから。ここがね一番あの重要な作業ですから。流しそうめんの装置を手作りするわけですから。アメリカ橋の住民は地下水が飲み水みたいな。そうなんですか。アメリカだったら早月川とかじゃないの。これまあ高さをどう稼ぐかだよな。ペットボトルでやるけど、よいしょ。こんな感じね。速報ソータの旗、藤井四段ついにアニメ化。へえ、そうなんだ。もうアニメするの。竹でやるって意味ない。いや、竹でやることもできたんだけどさ、さすがにちょっと1日じゃ無理かと思ってですね。竹でだからちょっと来年はちょっと考えます。ガムテープもあります。ガムテープもちゃんと ガムテープ。これあ、ガムテープよりもこっちの方がいいかな。透明テープの方がいいかな。え、地震があった。サイレン2コメスルーするに決まってるでしょ。私まあプレイしてないんだから、サイレン2をさ、それもネタバレされなきゃいけないんですよ。どこ揺れてる今。どこが揺れてる今。何県が揺れてる。津波。どこ津波。ホースありますよちゃんと。去年のやつさ、多分どっか行った。探すの時間ないからさ、多分去年どっかにあるかもしれないんだけど、探せばどっかにありそうだ。探せばどこ入れてんの今。何県が入れてる。荒井貴弘が9回表2アウトで代打逆転するようになったんですか。どこで地震があったんですか。ちょっと原発、岩手県、福島で。北関東どっちですか。これでそうめん流すんですよ。これに私は毎年この日のためにさ、7月7日に向けてこのペットボトルを取ってくるんですね。この日に向かってね、ペットボトルいつも取ってくるんですよ。7月7日に。不衛生だけどさ。どこ。福島沖で震度 3? 震度3なら大丈夫じゃないですか。ジャノックみたいに穴掘りをしていた際に突然起こった異変に巻き込まれたらしく、そこで目を覚ましたが、サイレン1のネタバレはいいんですよ。サイレン1のネタバレは別にしても私はね気にしないですけども、ちょっとこれ今回はこう、今レーン作りますんでね、ペットボトルを切ってる音をたどっていけば私の家に着きますけども、それじゃこれじゃ人離れる。いや毎年これだから。ただ、その竹、ぶっとい竹が手に入るならばですね、それをちょっと数ヶ月かけて作るのもありですよ。そしたらだって やんなくてもいいもんね、こんないちいち毎回ペットボトルやんなくていいんだけど。山登りの電波はドコモのホームページにありますよ。だから今度ちょっとさ、今度調べましょうか。山登りどこに登るかっていうのを、これからさ、どこが電波あるかっていうのをね。東北でよかった発言。ありましたね、その今村大臣。広島の抑えてないけどさ。え、今の地震大変なの。
震度3なのにそんなすごかったんですか。剣岳ではちょっと電波あるかどうかわかんないですね。わしの発言じゃないよ。今村大臣でしょ、うん、今村大臣 3G しかないですか。稲田朋美はね、あの稲子さんのお姉さんなの、うん、私はまだ信じてるからね、うん、稲田朋美はね、稲田幸太郎のあれだって信じてるから、うん、稲尾和久のこと言ってないですよ、一言も。稲尾和久じゃなくて、神様、仏様、稲尾様じゃなくてね、のね、さあこれでレーン完成です。皆さんこれでレーン部分完成しましたよ。ほらちゃんと皆さんこんだけあれば大丈夫でしょう。ほらじゃーんじゃーん。じゃないですよこれ。小学生の夏休みの工作レベルでいいんですよ。もう毎年これだから。これじゃないとむしろ皆さんね、これがもうそのむしろ夏の風物詩でいいじゃん。夏の風物詩って感じでさ、ウォータースライダーですね、いわゆるね。ちょっと今がこれテープであれ、ちょっとダメだ、やっぱガムテープか。ガムテープだとさ汚いんだよね、ちょっとね、見た目がちょっと。こういうテープがいいんだけどな、透明なテープで。ちょっとお待ちくださいね皆さん。110位にランクになってます。57歳じゃないですよ私。私は滑れませんね、この中で。昼間さんの解説の声が最近ちょっとなんか声がね、おかしい気がするけどね。何滑ってみてって。だからこれに滑れるわけないでしょ、私が。一寸法師であるまいしさ。じゃ焼き米はちょっとね、拾ってしまいますけど。このテープどうなってんだ、これ。あ、これでいいか、大丈夫。このテープおかしい。養生テープが良かったね。養生テープ買ってくれ良かったね。ちゃんとしたやつ。え、里崎が解説すると確かにって思える。そうだ、里崎の解説はいいね。うん。90円でもね、延長します。延長何回かしとこう、すぐ忘れるから。延長何回かしときますよ、今のうちに。とりあえず5回ぐらい。1、2、3、4、まあとりあえず4回だな。とりあえず12時まで延長しました。え、カツナの胸さらしたところ見てないですね、まだ一度も。皆さん見たの？さすがにこれ12時までやりますよ。みんな見たの？そのカツナさんが散らしたところ見たの？30分でダメですよ。え、夏香の放送で晒した？嘘。 TS は？え、どういう脈絡で晒すの？星今日見えてないですね。あ、星というか月が満月でね、今日は満月なんですね。あ、赤嶺のツイッターに載ってるの？カツナさんの写真が。赤嶺さん復活したじゃんと。あれ？テープだ、テープ。月が綺麗なんです今日ね。満月ですよ。
桂さんが探してもいいけど、ペチパーライスさん次第ですけどね。月見えてますよ今日は非常に、うん、月が見えてます今日ずっと満月でございます。あ、もうホタルイカ出ないから関係ないですけど、私のじゃ月が出る出ないに関しては、うん、今日はなぜか当たり箱で予感がされています。非常に天気いいですね今日はね、うん、ちょっと待って、文字サイズを変えたいな、これ。コメント文字のサイズを20にしとこうか。よし、これにしとく。これで、ちょっとこれ急すぎたか。ちょっと急すぎた。これぐらいか。B 地区見えてますか今。え、誰かこっそり帰った？お家帰ったの？ちょ、今待って、ちょっと待って、これがね一番重要な作業だから、これで間違えると、あの、何耐えのになるから、もうこれもう漏水するから、水が漏れて耐えのになるから、これを間違えると、これどこに境目がある、これか。え、漏水じゃなくて、まあ、なんていうの、水漏れが発生するから、水漏れが、え、七七ちゃんがいる。いや、星別見に行かないけど、私は星よりも流しそうめん派だからね、花より団子みたいな感じでさ、ね、星を見るよりも流しそうめんを食べる派ですからね。お前のうんこを食いたい。え、私のうんこ食いたいの？うんこを食わせるのって犯罪なのかな？別に、わしの食いたけりゃない。ねえ。食ってもいいけど、別に。一方的な配信だって、ちょっと今ね、これスマホだからね、ボウミちゃんがね、ちょっとつけてないんでね、ちょっとそうなりがちですけども。うんこを食ってるときに飯の話してないですよ。天の川銀河実は丸かった。何？お、ちょうどいい高さだ。とりあえずこれを順番に、これで、これだね。順番にこれからこっちを貼り付けだね。ニップレス用意してないですね。竹もらいんですよね。竹のね、この笹の方もらいたんですね。笹竹をもらいたんです、今年は。長そうめんもうすぐしますよ。順番。今テープを何本か用意して。今回はね、いつもは色付きのガムテープ使ってますけども、今日は透明なやつ使ってますんでね。非常に見た目もよろしいようになりますんでね。今日はもちろんね、さくらんぼ以外の何かをね、また流します。さくらんぼ以外のとあるものをまた流しますので、皆さんご期待ください。毎年のことですけども、栗？栗は流さないですよ。流しそうめんだけじゃないということですね。流しペヤング、ユズは流したくないですね。なかなかこれ貼り付けが難しいよ。ホタルイカ流す、別にいいですよ。ホタルイカ流す、これをね、どんどん繋げていく感じですね。順番に。私は川崎洋平さんではないですね。よく言われますけども、雨どいでやる。ああ、そういう手もあるんですか。そういうの買ってこればよかったのか。ペットボトルじゃなくてもいい、別に。皆さんとしては、ペットボトル以外でやってもいい。私
ベネディクト・カンパーチじゃないですよ、市場にアナルオナに略してアナルのすすめが登録されました。ありがとうございます。どうでもいい、まあ、来年は ぜひとも竹でやりたいですけどね。竹を作ってしまえばさ、それで何年もできるだろうからさ。竹をね、ちょっと今度はあのぶっといやつですね。この成長段階の竹ではなくて、完全にその成長してきた竹をですね、手に入れられればってことですね。盗んでないですよ、私竹は。盗んでないもん。え、擦れて気持ちよくなるって何が？あの話っけ。何が気持ちよくなるって話してる。笹を栽培するところかな。笹の苗が売ってんのかな。笹の苗って売ってんの？まず。2年前の本は2年前の七夕みたいに発狂してて何？竹の笹の反射力すごいですね。まあ、笹竹っていうかこれ竹なんですけども、どっちかっていうと笹というよりかな。節句が何かよく分かりませんけども、うん、何次じゃあ順番出来上がってきております。本当は何歳？今あの26です。パンダに笹の葉やれば、パンダといえばですね、パンダといえば、最近阪神に入団したあのロジャースっていうね、内野手がいるんですけども、ロジャースはね、MLB 時代、あだ名がパンダだったんだって。あだ名がパンダだったから。で、あの入団会見の時によかったら自分のことをパンダと呼んでくれって言ったらしいですよ、ロジャース。いや阪神は虎だけど、ね、しかもパンダといえばどちらかというと高橋由伸の印象があるけど、彼自身が言ってんだからね、呼べばいいと思いますけど。パンダってあのアメリカでもパンダって言うの？パンダって発音するの？客寄せパンダ的なね。あ、向こうにはそういう意味ないからね、多分ね。七つの門が開かれん。ちょっとサイレンじゃん、それ。サイレンの話してる人いるけど。サイレンだよね、七つの門。水害が起きてるんで水で染めなくて、仕方ないと。確かにそうだけどさ、7月7日は変えられないからね。7月7日は今日ですから、七夕の節句は。面白くない話したらもっと面白くない話になる。ありがとうございます。私の望むような配信ができていると思いますよ。これオナホじゃないですよ。上岸寺がある装備に流すわけないでしょ。相川小塚からありがとうございます。任務動画でパケット使い切ってましたよ、昔は。最近いつ抜いた？あの3年前かな。26歳ですよ、私。ロケット作ったわけじゃありません。プラトンウィン号って何？父毛はいつも無法地帯ですね。あ、勝利したことないですね、父の家は。ミニ四駆のサーキットじゃありませんよ、これ。そう見えるかもしれませんけど、29年前の日本の近海とか、それサイレン2だからやめてください。サイレン2のネタバレはマジでやめてください。もうさ、ネタバレしすぎてさ、めちゃくちゃ詳しくなってるかもしれないじゃん、もうマシ。流しそうめん失敗してもテラバテラ削除しないけど、あんだけ課金したのにさ。
富山スミヒブチチゲそうめんって何？最後の1個これ固めます。ラストラスト、これがラスト、これで終わり。チチゲは流さないですね。皆さん今のうちにさ、あの願い事を考えておいてください。願い事、県民賞のど田舎特集で柴田理恵が出てた、いいと思いますよ。サイレンスのネタバレコメントが流れますようにって、別にいいですけどね。野球選手は誰のチンポ吸いたい？誰かな。でもさ、 でかいって有名なのは矢野とかね。キャッチャーはでかいっていう印象だよね、うん、キャッチャーはでかい印象があるよ、そんな印象ですけど。キャッチャーはなんかチンコでかい印象だよ。清水が消えますよ、ね、どの清水か分かんないですよ。それはあ、チンカップで持ってるとこあるかな。確かにね、野球選手はみんなファールカップつけてるか。城島もでかそうですけどもね。実際願い事を短冊に書きたいと思います、まあ、まずはわしの願い事を何か決めて。乳首見えてます。これでとりあえず連完成ですけども、この辺か。どこにこれを置こうか難しいな。こんな感じかな。もう一個息子がまた上にされてくれますようにでもいいですよ。ハーフカップの代わりにおなほつけてもいいと思いますよ。オナホはでもそんな衝撃吸収してくれるかね。ファールカップってさ、あの何、竿の部分というよりかは玉の部分を隠すためにあるんじゃないの。どっちかというとさ、玉メインでしょあれは。織姫やってきたよ。いいですね、織姫の住所知ってる。織姫でそれ単なるオリックスファンじゃないの。単なるオリックスファンの女の子って言ってんじゃないの。最近はなんか各球団のさ、女性ファンのことをさ、なんか示す言葉がありますけどもね。オリックスファンの女性のことをオリ姫って言いますよね。あのカープ女子みたいな感じですよね。阪神でいうトラコみたいな感じですよ。ハム豚って何。そのまんまかでもハム豚って、ハムになるための豚ってことか。日本ハムはなんかアイドルマスターとさコラボレーションしたんだよね最近ね。聞くところによるとなかなか羨ましいですね。この辺だから難しいな。これこのまんま、織姫っていう風の女王がいた。巨人の女性ファンってなんていうの。わかんない。巨人の場合なんていうの。巨人ファンの方わかります。障害者っていうの。そうでしょ。寝ているのに黙れ、申し訳ない。失礼しました。寝てる方がいらっしゃいましたけど。このロバじゃなくて。これでね、皆さん、レーン完成しましたけども、一応。ちょっと、まずここにホースをですね、設置して。
1年ぶりに使いますけど、このホースも。このホースも1年ぶりですけども、年々しょぼい設計になってる。いや、いいんですよ、これで。じゃあ、これでね、シンクに流れ込むと。こうやって、これからね、そういう設計ですから。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、これホースになんとかこれが入るかな、ちゃんとホースの中雑菌だらけだろうけどね、もう知らんよそんなの、もう毎年使ってるから、これ消毒も何もしてないですけども、毎年のようにそれはもうどうしようもない、毎年やってる。これだからお前が作ったクリームは、まあさすがにこの流しそうめんは人に食わせるものではないと思うけどね。よいしょよいしょ。ちょっと待って、難しいな。よいしょ。いや、なかなかはまらんぞこれ。いやちょっと難しいね、これはまるか、これちゃんと。そんなはまるような形なのかこれ。ちょっと待って、これはまらないんじゃないの、これね。ねえ、はまる気がしないんだけど。よいしょ。お、はまった、はまった。よし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 。はまったけど、これここに戻せなくなっちゃった。え、後から釣りに行く？この状態で釣りに行くの？なかなかはまらんな、これ。せっかくはめたけど、ちょっと待てよ。もう一回はめよう。よし、はまった。はまりました、皆さん。で、これをですね、こちら側のこのホースをどうここに設置するかがかなり重要なんですけどもね。一回流してみるか。ちょっと皆さん、いきますよ。この辺に、ここに置ければいいんだけど。あっ！なんか吹き出してる、なんか吹き出してる、なんか吹き出してる。ちょ、待って、ちょ待って。ん？どっから出てんだ、これ。
これぐらいの多分もうすぐ出てきます。お、来た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 来るぞ来るぞ。あれ、全然来ない。なかなか溜まってこないな、これ。ホースに水が溜まってないな。ちょっと待って、水が強すぎるのか。そんなことないよ。まずこっちから出てこないもん、水が。まず全然水出てこないんだけど。サイフォンの原理じゃなくてさ、あ、そうか、この水のこの出てくるところにも低くしなきゃいけないのか。そうしたらさ、弱くても大丈夫なのかな。マックスバリューで笹飾り撤去してたもん。あ、こっから出てこないんだよね。こっから出てこない。蛇口から次回持ってきて、これどうやって流すんだよ。ちょっと待って、もうちょっと。あふれてきてんだけど、どっかからあふれてきてるぜ、どっかから。去年うまくいったんだけどね。何がいかんのかな、これ。ホースに穴は開いてないですよ。ちょっと待ってね。3時から出てます。難しいね、これね。やっぱりここから時間に、いや、難しいよな。先っちょ下にしたいんだけどね。おっとっと、ここにはまらないかな。よし、これちょっと一回やってみるか。あー、なんかダメだな。宮廷ではない、ね、昔からあるけど、宮廷とかいうやつでは違うかもしれない。よいしょ。頼む。いけ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 、もう少しもう少しもう少し。頑張れ頑張れ。もうちょいもうちょい。もうちょいもうちょい。お、来た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 。来たんじゃない？あれ？今来たよね。でも一瞬来たけど、
密閉できてないからなんとかこれ密閉したいんだけど、出てこない。難しいの。難しいの。弱ったのこれか、どうするよこれ。よし、これだ。分かった。これでならいけるんじゃないか。おかしいな。弱ったの。蛇口にはまらんのよね。蛇口がこれはホース用の蛇口じゃないからな。よし。これどうだ。来た。よし。いいぞ。出てる。よし、じゃあこの感じでですね、ここから流したいと思います。ここからいきますよ。来た。ほら、どうですか皆さん。流れてる。流れてるの見えないこれ。ほら。
や、ちょっとこれ以上ペットボトルがないんですね。これ以上ペットボトルがない、ないんでね。これ以上長くできないんですけども。ホースは後で固定するけど、とりあえず完成です。じゃあ今からそうめん茹でますか。そうめん茹でる前にあれか。そうめん茹でる前に、願い事書く？発達障害じゃない、別に。え、食べに行っちゃダメですよ。屋外で本当はできればいいんだけどね。本当はね。まだ茹でないです。今から茹でますよ。まず今から茹でるところからやんなきゃいけない。というね。レーン完成したんで茹でますか。先にあの願い事書くか。願い事書いて茹でて食いながら、ね、みんなで。七夕についての思い出を語るでいいじゃん。そうめんをさ、そうめん1から作ったら何日かかるんだよ、あれ。そうめん1から作ったら何日かかるんだって話ですよ、あれ。手で伸ばしてさ、手でグイーンって伸ばしてさ。で、さらす必要ないでしょ、空気に。しばらく。しばらくというか、何日さらすんだ、あれ。ですね、マジックある、マジック。マジックね、マジック。あれ？よーし。で、皆さん、願い事を書きます。IH こじってないですよ。ね。よいしょ。願い事書いていきますけども、ここに。あ、これ、七夕物語にも流していいですよ。じゃこれ、これ、プラント3で100円ですよ、100円。じゃ90円だよ、これ。この短冊90円だから。90円。23枚入り ?25 枚入りか。なになに、ちょ、わしの願い、まず何、何、わしが別に願い事そんなないけど、わしの願い事をどうする？お湯は後で沸かしますけど。わしの願い事まず書きたいんだけど、このマジックこじったわけないでしょ、これ。え、そういうこともやる？何書けばいいですか、まずは。おかしんぐちゃんが持ってたマジックかもしれないですけどもね。で、おかしんぐちゃんが持ってたマジックは、このぶっといやつですよ、これの。色弱は治りますよって、無理だろ、そんなの。治るわけないじゃん。マッキーですね。まあ私の願いは、まあ阪神優勝なんですけども、阪神の日本一はいつも願ってますけどもね。まあでも今年は厳しそうだね、またね。今年は厳しいんじゃないかな、またどうせ。まあ阪神の日本一を願ってます、私はいつも常々。これインクないか、大丈夫か。インクがもう、インクがちょっとこれ薄いっすね、ちょっとね。え？カープが強くてね、ちょっとインク薄いな、これ。
名前もちゃんと書かなきゃいけないの、名前もね。北陸のシミケンって書いておくけど、こんな感じで書いていきます、ゆっくりと。3万円でこじってないんですよ。次は次次次、PC こじれますように。延長バグが治りますようにっていいですね、それ。それは私からもお願いしたいですね。え、動いてる、これ止まってる、止まってますか、これ動いてますか、皆さん。あれ、もしもし、動いた？動いた、これ。あれ、電話してないですよ。電話してない、別に。私マジックもっと太い方がいいよな。もうちょっと太いマジック持ってこようかな。ちょ、これ細すぎて何やってるか分かんない。何個か持ってきたけど、筆ペンばっかりやる。筆ペンで書こうかな。うわ、ちょ、マジで筆じゃんこれ。字が汚いのバレちゃうじゃん。延長バグが、バッうわ、直りますように。ん？誰の願いなのこれ。野球に延長バグなんてないですよ。これわしでいいの、これも。次は、わしの願いもういいから、わしの願いもういいから、これこれ筆ペンばっかりあるな。1枠30分がなくなる限りずっとあるって。 I really hate niggers って何？ niggers ってどういう意味？2080コメント。あ、黒人って意味なの？そんなん書けないで、ちょっと黒人差別は書けないですね。残念だけど。
ピンクの短冊には本当に願い書こう。金沢大学大学院生物科学専攻に合格しますよ。マジで 大学院行く人いるの？金沢大学の。え、金沢大学大学院生物科学専攻に合格しますよね。いいの？金沢大学大学院生物科学専攻。あ、じゃ名前は2080個目の名前なんて書くの？名前何？名前は2080個目。あ、184ね。じゃあ184でいいの？合格できますように。できますように184と。はい、次ね、ちゃんと書きました。これ大学院テストありますよ、ちゃんと面接の試験とか。英語の試験が大変だった。次は MM の結婚を祈って誰か、ね、誰か言ってる。あの、これあれですよ、願い事プラス、あの、願った人も書かないとこれダメだから。さっき私、あの、言うの忘れてましたけどもね、言うの忘れてたけど、まあ、あまりに変なやつは書かないですけど、ちょっと英検一級に合格しますように。あ、じゃあこれ書きます。え、家庭教師は知りませんで英検準一級持ってるってこと？つまりそういうことなの？すごくない？え、英検何級持ってる？皆さん、皆さん英検何級持ってんの？英検一級。合格。合格祈願が多いのかな、願い事は。できますように家庭教師の杉山。ホワイト企業に転職したい。家庭教師の杉山と。次は岩瀬ひときがさ、月間 MVP 取ったらしいじゃん。12年ぶりにさ、知ってた？みんな。中日の岩瀬が、
42歳にして月間 MVP とっちゃってすごくないですか。よく復活したなと思いますよね。ねえすごくないですか。だってしかも中継ぎのね抑えじゃなくて、ね、ホールドで、ね、取ったんでしょ。11ホールド。岩瀬はもしかしたら山本昌を超えますかね。次は次内灘海岸の温泉に行きたい。2222。名前も書いて、名前もちゃんと。船越英一郎がバイアグラを飲まなくても立つようになりますように。誰の願いなのそれ。名前書いて、名前をちゃんと、名前をちゃんと書いてください。ちゃんと願い事のね。え、ちゃんとした色に、これ色紙がいろいろあるんだよ、色はちゃんと。これ たまたまこれ青とかあるでしょ、多分。あ、これいいじゃん、この青でいいじゃん、青で。私の込みでアンケート使いにしてください。 by MA、 これ本物ですか、これ。いや、これ青はわかるでしょ。ちゃんと名前書いて、名前。2247個目、これ本物なの。なんか名前小手半全然違うけど、偽物じゃないの、これ。本物なの、これ。わかんないんだよ、俺スマホからやってるからさ。あ、もうあと1時間10分でさ、終わっちゃうよね、これ。あ、でもホタルイカの来年の豊漁も祈った方がいいかな。しみっちゃんとワンナイト鍋、まだそうめん入れてないですよ。2270個メントで、ちゃんと名前書いてください。岩瀬ひときがホールドを取ってドラゴンズが優勝しますように。まんげちゃんでいいですか、これ名前は。お手半まんげって書いてあるけど、これはでも、うん、これまんげちゃんはマジで中日ファンってことは知ってますけども、しかもドラゴンズカラーで、ドラゴンズブルーですよ、あなた。ドラゴンズブルーで。え？岩瀬。岩瀬ひとき。が。なんだっけ。岩瀬ひときがホールドを取ってドラゴンズが優勝しますよね。ホールド王っていうか最優秀中継ぎ投手、まあいいや、取ってドラゴンズが優勝ちょっと言うっていう字が難しい。できますようにと。まんげと。はい。見えないんだよね、これ。青で書いてるから。青に書いてるから。来年こそはそうめん作りますよね。そうめん作るのはさすがに無理だって。そうめん作るのはさすがに無理だって。何年かかるのって話したから。2004枚で十分なの。嘘でしょ。金は金。でも金はこれ筆で書けないのかな。これ金とか銀がペラペラすぎてさ、筆ペンで書けなさそうだよね。福本豊が元気じゃないですよ。
金は弾きそうだよ。真っ黄色とか。あ、これ水色いいじゃん、水色。2330。何中納言って名前を書かないで、これ分かりませんので、皆さん MM ちゃんのコミで無料延長って、 MM ちゃんのコミレベルいくつなの？ MM ちゃんのコミのレベルいくつなの今？マナカナと 3P できませんとかやめてください。そう、下ネタはまずいから、ちょっとあの個人名あげてどうのこうのってやつ、まずまあ岩瀬ひときは書いたけど、囲いが PC 送ってくれますように。清水、この清水ってどの清水なの？ん？この清水ってのはどの清水なんですか？私じゃない清水ってことでいいですか？清水色のこの、ここに書きますよ、じゃあ。え？囲いが、なんだっけ？ PC だからね。を送ってくれますように。清水と。次は何これ。あ、2種類紙があるんだ。ピラピラなやつと太い紙があるんだ。これ画用紙じゃない、画用紙バージョンもあるんだ。あ、こっちです。2370個目。2370。まあまあそんな全部書かないですけどね。もう時間が来たらやめるわ。飽きたらやめる。いや、2枚重ねてるだけじゃないですよ、これ。ちゃんと画用紙だね、これはね。胸が G カップまで育ちますように、アットマーク絶望処女。あ、絶望少女か。名前が違うから、これ違う。別の人ってことでいいですか。え？これ偽物でしょ？これ偽物がいてんでしょ、単なる。絶望少女の少っていう字が違うから、これ偽物だと思うけど。本物なんですか、これ。胸が。G カップまで育ちますようにと。
し。絶望少女と。しかも小っていう字は小さいっていう字になってるから。はい、次は次何、次で2410コメント、2410。夏のボーナスは一般社員 2.3 って何？あ、一般社員が 10、清水翔平から時刻表とバレンタインチョコと年賀状の当選品とベルトの代金を早く返してもらえますように。これなんか名前書いて、名前を、名前がないじゃんこれ。184で単なる、え？書けないし、こんな長いやつ。名前は？この2410個に名前がないんだけど、名前が。町会議でベルトもらった人書いてるんですか、これ。アンコロちゃん？これ本物？じゃあこれ書きますよ、アンコロちゃんで。なんでわしの名前出てくるの、いきなり。清水翔平のから時刻表なんだっけ、時刻表とバレンタインチョコと年賀状の当選品、年賀状の当選品、長いな、当選品とベルトの代金、早く返してくれますように。くれなすようにと。アンコロちゃんね。はい、次は次、何、次2450、早く走るわけないでしょ。清水翔平の家が特定されますように。あれ、わしの名前をそんな書きたがる、皆さん、ねえ、なんでわしの名前そんな書きたがる。何、家が特定されますように。特定されますように、フォーマルハウトと。
が。もういいこれでもう。まだ書きます？まだ書きますか？もう終わりますかこんなもんで。一回飾ってみるかこれでちょっと。どんな感じになるか。じゃあ俺来年の分も取っときたいからさ。来年の分も取っとくからこれ。この小寄りでね。小寄りでつけてあげない。来年の今頃もこれやるつもりだからマジ。来年もダメだしやりますよ。100円だけどこれ。じゃあこの特定どの辺にこの辺ん？この辺につける。結構これって縛るの？それともくるくる巻きつける感じ？縛る感じでいいのかな？これあの肩結びする感じでいい？肩結びな感じでいいか。再来年はやってませんよじゃないですよ。でこれこの長文、長文のやつ。え？見えない？じゃこれ仕方ない。これだって見えないの。これもうちょっと、これもうちょっと奥に。ちょっと待ちください。去年なんか折り紙でなんかやったよな。折り紙でそれっぽいの作った記憶があるんだけど。車のベルトが切れてブレーキが効かないまで事故が起きるような気がしてきた。なんで？なんでね。俺絶望症状はどこにこれやる。この辺に貼る。目立ちますね、これはね。次。もっとこの辺、この辺もやるか。この辺、この辺は？よし、よしよしよし。これが邪魔なのかな、やっぱりちょっと。わしのあのメールアドレス書いてる人いますけども、わしのメールアドレスを小手半にすると、あのあ書くと小手半がヤフーになるから、小手半がヤフーのアドレスになりますよ皆さん。気をつけてください。ヤフーの執行委員を褒めしてるのこれ単なる。ならいいけど。ヤフー宣伝するだけじゃなくていいですけど。防御がないから虚しく感じる。ちょっと初見の方いらっしゃい。じゃあこれヤフーってこれわし の, あのアドレス連投してる人が打ってるの。これ初見ですって。わしのアドレス打ってる人が初見って言ってんの。これ本当ですか。初見でわしのメールアドレス伝統してる。初見なのに。どういうことなのそれは。おお、いいとこに入ったこれ。僕の短冊？そう。ああ、大雨で被害を受けた人が早く復興しますようにもいいかもしれないけど、これ岩瀬ひときのホールド。
七夕画像コンテストいらないですよ。七夕画像コンテストやんないよ。皆さん家にやってんのこれ。皆さん家でちゃんと七夕の頃飾ってますか。ちゃんと今来たそうめんまだですよ。今七夕飾ってるところですね。飾り付け中でございます。もうちょいもうちょい全体像。そうめん食べ終わってないですよまだ。今から今からです。今からこの辺につけておくか。買い占めてないですよ。この竹はあの買ったんじゃなくてこじったやつですね。虫はまだ湧いてないですけどもね。もう一日あの干してたんでね。今日富山県一日晴れてましたんで、これはあのずっと外に干してましたんでね。ずっと外に放置してた。だから多分大丈夫だと思いますけどもね。一日ぐらい置いといても。イカそうめんは流さないですね。あれホタルイカいるっちゃいるけど。これ英検1級に合格しますようにっていう短冊ね。次、延長バグが直しますように。いや、わしが受けるんじゃないですよこれ。わしは受けないです、そんなの。英検1級なんて。英検ってさ、給料上がるとやっぱり検定料増えんのかね。英検1級とかさ、いくらするんだろう。受けるのに100万とかするのかな。この辺、この辺にちょっと。次、どの辺にかけとく。え、114,510円なんだ。よいしょっと。よし、次は数物科目専攻。何枚飾った。 1,2,3,4,5,6,8 枚なのかな。富山の名物はやはり雪の大谷ですね。富山県の名物といえばしみたん元気ですよ。私ですか、しみたんというのは。あ、どうに飾るか。この辺飾るか。最後の1個、阪神が日本一になりますようにと。え、何あって動いてる。これ止まったの。え、これ止まったんですか今。英検1級は8,400円、まあまあ値段しますね。え、動いてないですかこれ。止まってんのこれ。え、止まってるこれ。何止まるの、何止まるのよくこれ。どうなってんの。これすぐ止まるの。治った治ったかな。治った気がしますけど、まあ、パソコン買わないのも一因ですけどね。まだ止まってんの。で、電池ありますよまだ 30%。 え、マジで止まってんの。じゃあこれエクスペリア、こっちでじゃあやろうか。本当に止まってんのこれ。動いてんの。どっちなの。止まってんの。動いてんのこのままですよ。動いてんのこれ。止まってん、どっちですかこれ。ふつぶつ
止まってんですか。いや、わしが判断できないから言ってんですけどもね。人によるのかね。よし、こんなとこでしょう。いやー、いい感じになりましたね、皆さんね。いい感じになりましたけども、どうですか皆さん、どう、いい感じじゃないですか。え、少ない、少ないですか、これ少ないの。いや、エムズの時はさ、笹がもっと小さいんですね。笹がもっと小さかった、エムズの時は。こんな感じ、こんな感じ、どうですか。長すぎだろこれ。何だこれ。この飾りは毎年増えていくの。毎年1個ずつ、多分これ今日、今年これ買ったんですよね。これ今年このくす玉タイプのやつ買ったんですけども、提灯はないんですね。提灯も買った方がいいかったかな。提灯も売ってましたけどもね。最後にもう一個じゃ書くわ、願い事ラストで、ラストで最後に書きますんで。何がいいですか。ラストラスト、ラスト何がいいの。増やしすぎたらこれ多分和訳だからね、和訳になるから。あと50分しかないから早くしますよ。あと50分しかないから、7月7日という日が。2727、名前書いて、名前をちゃんと、名前書いてないじゃんこの人。だ、名前書かなきゃダメだって。名前みんな書かないのかな。2760、え2760、何これ、何これ、全然違う。え、2765、んどういうこと、何これ、どうなってんのこれ。いや、2765じゃなくて、2765って書かなきゃいけないの、これに。名前は数字だけ書いてもダメでしょ。時間ないんです、皆さん。名前なかったな。右下なんだけど、右下、左下に、左下のスペースなんだけど、2800、名前必要です。名前ヨシヒコ、え、何これ、2800の名前ヨシヒコ、どういうこと。名前がヨシヒコなの、さっきの人の。2765っていう願いで名前がヨシヒコなの。そうなの。
そんなんでいいの？願い事でも何でもない気がするんだけど。政務費が全部もらえますように。意味が分かんないじゃん。何それ、何これ、何この願い事。じゃあもうわしはそうめん茹でますよ。書いたから。こんなもんでしょう。早くしないと日付変わっちゃうから。これ来年使いますんで、またじゃ去年もさ、余ってたはずなのにさ、なくなっちゃったんだよ。だからちゃんとこれ場所決めとかないとな、この短冊の余りを。全部書いたら偉いことになるからね、これ。30枚入ってんだ、一応。この短冊は。もう終わりましたんで、とりあえず今から、あれ。今からですね、そうめん流しますけどもですね、ちょっとお待ちくださいね。ツイッターで願いを、ああ、事前にツイッターで募集すればよかったのか。ちょ、来年じゃあそうするかもしれんけど、とりあえず今年はこれでいきます。少々お待ちください。写真だけ撮って。写真に撮りづらいな、これ。どうやって撮ればいいんだ。あ、これ映像になっちゃった。映像撮らなくていいんだけど。なんで勝手に映像撮れたんだろう今。縦の方がいいかな。よし、こんなもんだろう。そうめん水で流します。じゃあ行きますよ。やっとそうめんに。いやー、まずはそうめんを茹でるところからなんですけども、何分茹でればいいか。あ、ちょっと待って、これやってしまった。先にこれ水、もうホースつなげちゃってんじゃん、これ。おい、ホースから出すしかないじゃん。いい、上がんないんだよ、これ。何これ、何やってんのこの人ってなるでしょ。
何やってんのこの人本当に。先にお湯沸かしとけばよかったな。こんだけでいいだろ。なになに、今日グッチの誕生日だった。グッチってグッチ雄三の。ではとりあえずまずお湯沸かしましょう。でそうめんを茹でて、ちょっと待って、めんつゆを入れとくか、これに。めんつゆ入れるときにこれ水で洗いたいときに全部ホースから何か出さなきゃいけないの、水を。めんどくさいね、これ何もかも一回ホースをさ経由しなきゃいけない。時間ない、時間が、奥さん。これにそうめんを飽きるとして、コメント読みますよ。そうめんを飽きるとしてですね、でめんつゆがあらららら、めんつゆどういった、めんつゆ、いや、えい、泳がせませんよ、めんつゆね。そうめんで何分茹でるべきなの。これで薄めるというね、ソースから出る水で薄めるというね、わけのわからんことやってますけど、ちょっと多すぎる、こんなもんだろう。でですね、これそうめんどれぐらい、半分ぐらいかな、入れすぎもよくない、ね、麺 100g 茹で上がったら水洗いをする。2分で茹でられます。2分だって。で、このホースから水が出てくるんですよ。このホースから。いや、よかった、ちゃんとこれホースがはまって。はまんなかったらどうなってたんだろうな。だいぶ手間取りましたけどね。ふなんて出てこないですね。さあ、お湯沸いてきました。お湯が沸いてまいりました。このホース買ったのって3年ぐらい前ですよ。初めて私が流しそうめんした時に買ったんですね、このホースを。イオンで600円だったかな、あとイオンじゃない、カーマホームセンター金沢相模店で600円で買いましたよ。あれは3年前、止めるあなた駅に残し動き始めた汽車に一人飛び乗った。まあ、半分でいいですか、これ 250g 入ってるから2分でね、入れます。2分歌って申し訳ない、歌ってしまって申し訳ございませんけども、あ、電池がない、ちょっと電池が、奥さん充電しないと。
湯沸いてる、お湯沸いてる、お湯沸いてる、お湯。待って、充電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 しない、充電、充電が。充電しないと充電。え、薬味はなし。星はヤクルトで先発ですよ。昔巨人にも星っていたよね。星って名前のキャッチャーだったかな。よし、充電 OK。 あー、もうお湯がだいぶ沸いてる。半分ぐらい、半分ぐらいかな。今日は半分も食えるかな。こんなもんだろ。こんぐらいかな今日は。こんなもんだろうね。はい、入った、熱い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 。よし、OK。2分、皆さん。1時間50。あ、ちょ、奥さん！危ない。え？そうめんと小よりってそっくりじゃない？これ。そうめんと小よりがさ、似すぎちゃってさ、これ一瞬これそうめんが散らばってること思っちゃった。これ小よりなんだけど、これ入れたらそうみたいになるのかな。一本入れてみようかな。一本入れて外れを引いたらみたいな感じで、一本入れてみました。ちょっとこれ一本だけちょっとなんか、あ、でもすぐわかるかなこれ一本。あ、でも意外とわかりづらいかも。一個食べてみて、あ、外れを引くかどうかっていうゲームね。このそうめんどこさんのそうめん。このそうめんは、東京都千代田区。東京都千代田区。あらしちゃんに紙こき食べたいと思った。このコメントソロちゃんがしてんの。本物はな？ソロちゃんしか言ったないようなコメントだけど。今、麺入れたところです。あ、でも、完全に分からなくなっちゃった。完全に分からなくなった、今ので。どこにあれが行ったか。大辛そうめん高いんだもん。だって大辛そうめん高いんだもん。あれはちょっと原産国はだから東京都千代田区だって。東京都千代田区イボネトじゃないですね。あとあれだ、氷も入れとこう。氷ない、氷なかった。最近といえば雨ばっかりで、もう昨日今日は晴れてましたけどね。あ、もう OK、 そういう、あ、ゆで上がりました。皆さん OKOK、 ゆで上がったので、ボカン、はい、ボカン OK。いただきました皆さん。ちょっと冷水に浸してですね。あー、でも美味しそうな感じですよこれ。非常に。氷がないんですね、それがね。残念だけど氷がないという状況でございますけれど。はい、もんだ、はい、もんだ。で、このままぶち込むと。いやー、いいですね。いいですね、皆さん、これ。どうですか？ん？あと流すだけなんだけど。あとはね。流すだけになりましたけど。もう、今年のね。今年のあの節句ももう5分の4がほぼ終わりましたね。ネギもみょうがもないですね。ソロちゃん末期癌じゃないだろ。ソロちゃんのパクリ元が末期癌かもしれんけどさ、末期癌なのか知らんぞ。わし何癌かすら知らんけど、癌って話は聞いたけど、何癌かすら知らない。また熱いか、これ。膵臓がんなの？
膵臓がんってどうなの？治る見込みあんの？あんま分かんないですけど、私には。さあ、皆さん、じゃあ流しますか、早速ね。いいですね、このアングル、皆さん。いきますか、じゃあ。ホースをまずどこに設置するかがかなり重要になってきますけども。さあ、これどこに設置するのがよろしいでしょうか。ここからこう来て、ちょっと待ってよ。こうか。これいいんじゃないですか、これ。場所的にこれがいいんじゃないか。ちょうど、ほら。ちょうど良さそう。いいんじゃないですか、これで。で、ちゃんとこれで受け止めると、下はね。下はこのザルで、これ受け止め用でね、置いとくと、これ。下にこうやって。ね、ちゃんと。もっと向こう、だからこれ以上伸ばせないもん。今ここがもうシンクだから、で長さこんだけしかないし、うん、でいきますか皆さんね、今年もね。女性は股間にホースがついてないから立ちションできないの？いや、できますよ、うん、女性用立ちション便器ってのがあるぐらいだからね、うん、国によってはそうです。国によってはね、立ちション便をする国もあるんだってさ。だから女性、あの東京オリンピックの時に、ね、全国から人が来るからっつって、女性用立ち小便器をね、競技場につけたんだってさ。使った人いるか知らんけど、勝田さんはいつも立ってやってる。ほんとなの？国立競技場かな。ちょっとゆっくりちょっと流します。さあ、どれぐらいの水量が出てくるか、どれぐらいの水量で来るかな、ちょっとこれ気になりますけども。お、来た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 。お、流れてる。ちゃんと機能している。ちゃんと機能してます皆さん、これ。思ったよりも機能してますよ、これ。思ったよりも。もっといけるかな。おうおうおうおお、去年よりもだいぶ流れがいいですよ、これは。あ、そうか、忘れてた。一人で流しそうめんするときはあれが必要なんですね。一人で流しそうめんを行う際はですね、橋が2本いるんですね、うん、橋が2本いるんですよ、これ実は。うん、じゃあ早速ですね、流しそうめんやりたいと思います。もうちょっと引き取りたいよね、これな。もうちょっと引きの画像がいいな。よし、じゃあ行きますか。あ、いた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 。行きますよ、皆さん。これ、これが一人流しそうめんのスタンダードですから、皆さんこれを覚えてね、ぜひとも来年はですね、やってください。来年は富山弁喋りました今私。まずはね、これ左手でそうめんをね、一口分こうやってね、つまむと。左手でね、なかなかつまめないけど、ちょっとなんとかね、頑張ってつまむと。左手でね、でちょっとこの辺で流れるか確かめると。お、いきますよ、いった。おおおおおお、この
流しそうめん。あ、なんとかね、なんとか間に合いましたけども、なんとか7月7日中にこれできましたけども、なんとか家族は何も言ってないですよ。すごいねこれ、去年よりも流れてる感じだもんね、うん、去年よりもだいぶいいですねこれね。これなかなか左手が難しいね。はい、いった。おー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 おおおおおお、あの右脳のトレーニングにもなるね、これ左手を使うから、無理っくり左手を使うから、これ使わざるを得ないから。さあ来い、よし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 、うん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 、素晴らしい。あ、ちょっと待って、水がちょっと待って待って、どっか漏れてる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 、どっか漏れた、おいおいおい、どっから漏れた水ん、んこの辺から漏れてるな、ちょっと水が、まあいいや、大辛そうめんじゃないですねこれ。毎年水漏れるんだよねこれ、毎年水漏れるからもうどうでもいいんですけど、水強すぎるなこれ、毎年漏れるから。よし、いった。よーし、よし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 。うん。うん。タレじゃないですよ。ホタルイカはちょっと今日使わないですね。流す意味あるでしょ、これ。七夕は流しそうめんと決まってるもん。七夕は流しそうめんに決まってるか、皆さん。ね、七夕の節句は流しそうめんするのですよ、皆さん。いや、3月3日にさ、ひな人形を飾るの一緒ですよ。3月3日にひな人形を飾ってさ、5月5日に、5月人形を飾ってね、1月7日に、七草がや食ってさ、ね、菊の節句に菊だけ飲むのと一緒でね、栗ご飯食べるのと一緒で、7月7日のね、七夕の節句は流しそうめん食うんですね。韓国じゃないここは、全然掴めないこれ、左じゃちょっと左が難しすぎるこれ。
で例年これぐらいですよ。例年この長さですよ。例年。例年の、ねえ、やつだよ、これ。例年のやつなんだけど。よーし。あらー！ OK。毎年やってますね。もう毎年はもしもし覚えてますか。あれ、ところで皆さん、ところでですね、とある都道府県ではですね、流しそうめんをする際にそうめん以外のもの流すんですけども、知ってますか皆さん。とあるね、とある県では赤子を流すわけないだろ。流し漫画もあるけど、いやこれほんと結構有名な話なんですよ。ニュースにもなるくらい有名な話なんだけど、とある県では流しそうめんには必ずあれを流すっていう、もう一大イベントにもなってる。話しても流すじゃない。今これ流せるもんです。流せるやつ買ってきたね、さっき回し今日、うん、わざわざ。何精液風呂って、精液風呂って何、それ初めて聞きましたけど。いや知らないで皆さん。いやかなり有名な話だよこれ。マジでわかんないよ皆さん。これだよこれ。じゃーん。いや本当にね皆さん、山形県ではですね、いやマジでさくらんぼ流しさくらんぼって検索したら出ますよ。山形県では流しさくらんぼが一大イベントになってるんですよ。毎年毎年。じゃあこれ230円だったんですね。あのお勤め品でね。お勤め品だけど。お勤め品ってこれ。お勤め品なんですけどね。佐藤錦かどうかわかんないこれ。山形県産さくらんぼしか書いてない。アメリカンチェリーが好き？全くその何も書いてないですよ。品種まで、品種に関しては。いいよ、これさ、いいですよ、だって。さくらんぼ流せばさ、洗う手間が省けるんですもんね。洗う手間が。え？長そっと。こうやってね、皆さんこうやって流すわけですね。はい。あれ。
あ、でも強くするか。水流が弱い。だいぶ強いけどな、これでも。だいぶ強いはずなんだけどな。おうおお、なか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 。なか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 。おお、オッケーオッケー。うん、うまい。うん、なるほど、いいですね。駄菓子屋の母乳飲みたくなった。で、今度行っておきますよ。今度あったら、言っときます。あれ、これ配信外じゃなきゃいけない。まだ、でも230円しか買ってきたんですよ。230円出して、あなた。あと15分で終わりますけども、皆さん。タイトルって訴えられてどういうこと？誰の話？タイトルって。まだまだあるから、こんな、さくらんぼ。よし。明日何しよっかな。明日何しよっかな。明日やること決めてないんだけど、全く。明日やることある、なんか。明日ね、めちゃくちゃ雨降るからキャンプは行けないんだけど、ちょっと雨降るらしいんでね、キャンプはしないですけどもね。明日は寝てようかな、久々に。祭りもないだろうから、どこでも。コトコちゃんの演じコスプレば、これ。コトコちゃん岐阜にいるでしょ、多分。うまいね、これ。さくらんぼ久々に食ったけど、久々にさくらんぼ食ったけど、うまいですね、これね。まあゲームかな、雨降ってる日は。マリオパーティーがね。釣りもキャンプもできないね。残念だけど、そうめん食べますよ。ちゃんと分かんないです。明日になってみないとね。明日になってみないと分かんない。あなたがしみちゃんですか。そうですよ。
土日晴れるって本当？わしさ、ろくに飯食ってないからまだまだ食えるぜこれ。もっと茹でればよかったかな。予報でそう言ってんじゃん。うまいな。じゃああと10分で終わりまーすって。いやー久々にちゃんとこのその日中に終われるんじゃない。いつもなんかさ結局あの次の日の2時くらいまでやっちゃってるけどさ。もっと入れるんで。この後ゲームするの。何時だ今。昨日テレバトルやってたらさ、めちゃくちゃ眠くなってさ、1時間でやめちゃったんだよ。テラバトルもう始める前から眠たかったんだけどさ、いつもは大体さやりながら寝ちゃうじゃん、スマホのゲームって。あ、そうそう、今日からさ、今日からあのテラバトルのさ対戦プレイ始まったから、 やりたい人おらん。対戦できますよ。対戦がテラバトル配信者いないよ。テラバトルや、あれ配信しやすくなったんだよ。スマホでパソコンからできるようになったからさ。ねえねえねえ、わしがさやってて楽しいゲームなんて久々だぜ。あんなのリモの人送っていいですよ。多分次そうめん食うのは多分来年だと思うけどね。多分次そうめん食うの来年ですよ、おそらく。サイレン2がいい加減に痛い、申し訳ない。マリオパーティーが終わんないとできない。ルマンドも送っていいけど、あの早食いとか大食いはしないですよ。ね、これが山形県で有名な流しさくらんぼだから、多分今年もやってるんじゃないの、この今頃の時期に。本当に皆さん、長さくらんぼって検索者出てくるでしょ、有名のあのイベントが。南海ホークス時代から私も見てんの。わしが生まれる前の話じゃない、南海ホークス。こんな感じです、皆さん。水もったいないからもう一回止めますけどもね。以上でございます、今年の七夕配信も。
だいぶね、去年より良かった。ちょっとパソコンじゃないのがちょっと悲しいけど、去年よりも流しそうめんもこの飾りもうまくいったでしょ。東京の成績すごいですね。トンビの方が。じゃあゲームワークってのはやれって言われてやるもんじゃないからね。ゲームワークってのは自分が練習の時にやるんですよ。これ、ね、こういう七夕配信っていうのはもうね、7月7日に決まった日にやるもんですけども。サイレンそのうちやりますよ。そのうちやるゲームがなくなるでしょ、もう。やりすぎたら。テラバトルは多分ね、飽きたらやめると思うけど。え？ということで、ということでね、大成功を収めました。今年も流しそうめん、短冊に七夕の夜晴れますよって書いてないですね。書かなきゃいけないよ、それって書くもんなの。こっちゃそれもあと3分で終わりますけども、今日は、うん、これね。でもさ、去年のさ七夕の笹なんだけどさ、あんまり枯れてないんですね。思ったよりも枯れてないんだよね。去年の今頃にもらった笹の葉が今年もあったんだけどね、 あんまり枯れてなかったですね。思ったよりも枯れてなかった。じゃこれあとで写真、これさ、一人長いストーブで写真撮ろうと思ったらさ、これどうやって撮ればいいの。言い方がわかんない。もっと早く始めたかったんだよな、私もな。9時半に始めたけど。いや、だからちょっと今私は放送終わったらこの面、残ってる面で写真撮ろうと思うんだけど、一人流しそうめんの様子を。そんな感じです。次はね、7月はもうイベントないかもしれないね。7月はイベントないでしょ。8月の山の日ぐらいまでないかもしれないね。だからこういうイベントものは。もしかしたら、明日か土日は今のところは暇ですね。
りますが、お時間です。